者沢でござれ。沢は本町江戸御里と古くから里唄に歌われていた町沢良、本日はその沢良へようこそおいでくださいました。秋祭りも中日を迎えております。ただいまより中橋通りに並んでおります山車を紹介いたさせていただきます。先頭におります神武天皇の山車は中橋区の山車です。中橋区の山車は明治29年に作られたもので、材料は欅の玉木材を用い、当時八本柱の三方正面作りです。彫刻は名工後藤直政の作で、古来の武士や特に古来の米作りを春から冬に至るまで連続的に表したもので、非常に興味の持たれる作品です。人形は神武天皇で、場面は神武天皇御即位のお姿を写し、日本の夜明けを象徴されたものと言われています。